はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン村松文彦のフラワーレッスン。今日はメロンチックなブランドね、自分が作ったんですけど、ね、夏の時期涼しい感じがいいなと思ってこんなデザインを考えました。そしてこの器に対してこうまん丸くこうデザインするテクニック、これも一緒に入れたい、見たいと思います。実はね、前々回ぐらいにカラーオアシスとかカラーフォームを使ったデザインをしました。そうしたら他の使い方がないんですかっていうことで、実はいろんな使い方があります。私の昔出した単行本の中にはいろんな使い方があるんです。もちろん NHK の、趣味の園芸にも出てましたけど、そんな感じで使い方がありますが、またそれはおいおいとして皆さんにしていきたいと思います。今日はこうやったこの器に対してこう、ね、ちょっとこれ上げます。それから上げたらちょっと面取りします。こうにしてね。それでこれをあまり高くしちゃうのもいいです。高くするのは本当に結婚式とかそういうものに対してそんなに時間をかけずに、ですから3日も4日も置かないで、その時だけ1時間か2時間持てばいいという考え方でしたら、これを大きくしてこうまん丸くしてもいいんですけど、これは普通のアレンジメントとしてやります。そしてここのところを見てください。水がこう補水できるように、もしか補水ができないようでしたら、この角をここに取ってください。そうすると見てください、ここに水がね溜まります。こうにしてね、こういうことができます。じゃあ実際にやっていきたいと思います。今日は硫化デンドロンとか、いろいろ、それから今流行りのね、で一番大切なのは、この一番上はあんまりこう斜めのやつはやめた方がいいんですね。枝がね、なるだけまっすぐと思っていても、まっすぐのやつがないね、でない場合はどうしたらいいかって言ったら、こうちょっとこうね、ハンドマジック、まっすぐにさせることですね。こうにして、ね、これをね、生け花なんかではためると言いますけど、それでこういうまっすぐにこうやる、要はこれが基本だって。もうちょっと短くていいな。こうにして、こうにして、メロンティックです。ちょうどメロンの大きさでいいじゃないですかね。はい、それでまずそうするとここの方の下の方はちっちゃくね、そしてこのここの方はこう、まずね、一番簡単なのはこういうふうにして形を作っちゃうことですね。こういうふうにして、でラウンドをします。こういうふうにして、こういうふうにしてやります。そしたら今度ここのところが見てください、こうやっちゃうと斜めになっちゃいますね。ここがこういうような感じでこう膨らむということね。こういうふうにして膨らむ、そうすると形が見えてきますね。で、こうにして。で、もうこれは、当ててもいいと思いますので、こうにしてやっていきます。はい。これで出来上がりました。これでもう大体形がこういうような形でできてきました。その間に今度花を入れていきます。ね。で、グリーンのアジサイですね。こういうのもこうにして入れ込んでいきましょう。で、アジサイはこういうふうにして、いつも言いますけど、こう、枝を取ってやるといいですね。ね、こういうふうにして枝を取る。ですから、この下のところは短くして、器は口が四角ですけど、だん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 こういうふうにしてやっていくといいですね。丸く、ね、丸くしていくといいです。それから今度、これがね、ローズリリー。ね、今、流行りですね、八重の百合。で今度こっちの方はこう低く、向きがこの横の方はこういう感じです、ね、こうにして横の方はこうにしてこういう形、丸くね、すべて顔の向きを変えていきます。これもそうですね、こうにして、ね、こうにして丸く、で今度 これはこう 下から向いて、少し開いてますからこうにして下向きにして、ローズリリー、八重の百合、綺麗です ね、本当に流行ってます、すごく流行ってます。さあこんな感じで、
ていきました。もう1人ぐらい入れてもいいですね。さあ、こんな感じでこう入りました。ロズリリー気をつけてくださいね。花びらが。そしたら、見てください。まん丸でしょ。さあ、これに花を入れていきます。他の花をね。それからこれがヒペリカム。ね、ヒペリカムもちょっと短くしてありましたけど、こうにして切っちゃいます。で、この時に一番大切なのは膨らめるんですよ。これが同じになっちゃうと四角く、スクエアになっちゃいますので、こうにして、こうやるのにも、ここを膨らめるんです。ここをね、ちょっと膨らめる、こうにして、こうにして。相変わらずまずクーラーが効いてこうやってごめんなさい、やろうと思ってて時間がなくてごめんなさい。暑いです。扇風機一人で頑張ってますけどね。カメラをやってるうちの子も暑くてしょうがないね。すいません。こんな感じでこうできてきます。こうにしてね、これは下です。こうにして下、それでここのところこれやりましょうね。で、葉っぱ取った方がいいですね。なぜかというと、葉っぱ、ヒペリカムは葉っぱがありますけど、葉っぱをつけたままでやっちゃうと、あと刺さんなくなっちゃうんですね、葉っぱでね。で、これ白も、これ、特にこれ、これがあるとできないですね。こういうにして取ってください。こういうにして。ね、メロンティックっていう、で、考えたのは、こう、なんですか、少し、グリーンと、グリーンと緑じゃ白とグリーンを入れたっていう感じですね。それでメロンのような色で、一応メロンのような色を使ってますけど、やっぱりメロンっぽくないですよね。だからちょっとね、前に言ったように、カラー吸水スポンジを使っていこうと。もう本当面白いですよ、カラーで。どうですか、こうやるとこうまん丸くなったでしょ。この基本はここを平らにしないこと、ここを平らにしないこと、これをまん丸くこうやってやるということ、ね、これから皆さんがデザインをやっていくうちにも、一つはこういうデザインも面白いと思いますので、講演してやってください。最近ね、海外の方が見てくれてる、嬉しいね。本当にやっぱり長く、もうおかげさまで1年続けてると、海外の方も見てくれて嬉しいなと思います。さあ、こんな感じで出来上がってきました。さあね、もう他の花を入れようと思ったけども、これで十分ですね。綺麗です、ね、これもちょっと入れ込みましょうか。ね、ベビーハンズですね。ベビーハンズもできればこういうにして葉を取っちゃって少ないあれで枚数でこうやって入れていくのもいいかもしれないです。1枚でもいいと思います。こういうにしてね、で特にユリは気をつけてください。花をね、こうにして、はい、ね、こうにして。はい。それであとここもちょっとあれは、ほら可愛いでしょ。どうですか？ね。このアジサイもありますから、アジサイもちょっと入れちゃいましょうか。ね。このアジサイもこうやって枝を取るというね、白。これでちょっとこういうこれにこう。でユリがね、やはり白がすごくあれですので、あまり入れすぎちゃうと白っぽくなっちゃいますから、こうにして少しアップダウンさせます。いかがでしょう、こういうにしてね、可愛いでしょう。で必ずユリは花びらが取れますので、こうにして気をつけてやってください。それからね、これね、ベビーハンズ、キイチゴですね。これもこうやって入れ込みましょう。さあ、こういう感じで出来上がりました。いかがでしょうか。それから私が好きなのが、ちょうど今の時期、今の時期、ちょっときれいにしますね。ごめんなさい。今の時期、ね、ブラックベリーがありますので、ブラックベリーを入れ込んでいきたいと思います。かわいいですね。こうにして、うわー、いいです。ちょっとね、グリーンの中にこういうにして実が入る、こういうのもすごく綺麗だと思います。もちろん今ヒペリカムも入ってますけど、こうやって、入れることによってすごくこう表情が違いますので、かわいくなります。
から言いましょうね。で必ずこのユリは花が怖いですので、花がこう散れますので、必ずこうして持ってこれないかな、これで手法を見ながら、ね、こうして、でやはり一番大切なのは、あの勘で、もちろん慣れてくれば勘でもいいんですが、よく見て、形を、それからあと俯瞰、遠くからも見るということも大切ですね。そうするとだんだんこの形が丸くなってきますね。いかがでしょうか、こういうにして、ね、それでやはり遠くから見てるとこういう空いてるところも見えてきますので、こういうのをちょっとこういうにして、ほらかわいい、自分がかわいくなきゃダメですよ。全てがね、こうかわいく、かわいくね、素敵な人を思い出しながらね、ああ、あの人を喜んでくれるかななんて思いながら思っていけるといいと思います。男性も女性もね、はい。そしてこうやって出来上がりました。いかがでしょうか、こうやって、これでここにね、こういうふうにちょっとこうね、あの前回使ったカラー吸水スポンジをこうにして入れ込んでいきます。こうして、でこれも形をですね、形をこうにしてしながら作ってください。形をね、これにこれを入れたことにおいて、この丸さが消えてしまうと良くないですので、こうにして入れてください。白とグリーンのバランスもちょっと考えながらこうやっていただくといいけどですね、ちょっとフルーティーね、最初に言ってメロンティックね、メロンティックそういう言葉あるんですかね、わからないけど、こうやってメロンをメロンっぽくこう入ってくると、ね、でメロンだけではなくて、こういう白もちょっと入れ込みましょう。こうにしてどうでしょうか。あとちょっと白の中に、この白の中にこうやってメロンも、メロンの色、メロンカラーをこうやって入れるとかわいいですね。ほら、ね、結構ねこのカラー吸水スポンジっていうのはすごく使い道がいっぱいありますので、特にウェディングとか、それからこれからの夏の時期の、なんていうんですかね、あのアレンジメントに入れるとすごく可愛いと思います、ね、一時はすごい流行ったんですけど、今ちょっとね、皆さんあれなんですけど、入れていただくと可愛いね、ちょっとこうで、これ自体も本当にね、いろんな形がありますので作ってもいいですね、自分でね。さあこんな感じでこうできてきました。いかがでしょうか。メロンティックなね、すんごい入っちゃいますね。20本入っちゃいます。これもちろんこれ重ねても綺麗かもしれないですね。こうしてで、グリーンのところにはグリーン、あのグリーンのところにはあのクリームの色、それからこういう白いところが多いところにはこのね、メロン的な色を入れる。さあ出来上がりました。いかがでしょうか。こんな感じでこうまん丸くね、今日のテクニックとして、普通の吸水スポンジを使って、どう丸い吸水スポンジを使うんではなくて、丸いあののは使わずにこう使うというテクニックと、それからもう一つ最初に言ったメロンティックに、メロンもう一つ残ってますから入れちゃいましょうか。メロンティックね、流行語になるかなあったりしてね、ごめんなさい、勝手に僕が今あのメロンとそれをかけたんですけど、メロンティックなアレンジメント、いかがでしょうか。でちょうどあのこのシルバーの器もすごく涼しい感じがあります。暑いのは私だけですね、ごめんなさい、こんなのってね、ちょっと汗拭きます。はい、そんな感じで皆さんにリクエストどんどんご注文ください。そしたらまた皆さん の質問に答えて、いろんなものができてると思います。ぜひ皆さんの、ご質問が私のあれになりますので、ぜひあれっていうのはおかしいですね、力になりますので、教えて、あのいろいろ言ってください。はい、じゃあそういうことで、メロンティックなアレンジメント、よろしくお願いします。